2日見たらもうオイルなんだよ。オイルなんだよ。わかるんですよ、オイルなんつったも会話できないですよ、多分。言葉のラリーがあんまり。さあ、続いて。お最近見たドラマ、または映画は。おぉ、最近来たね。キラ、僕、ここ多分一致すると思う。じゃあ、ちょっと待ってください。せーの、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 一致するんですよ。一致したらもうこれだ、そうね。じゃあ、見ますよ。合わせ、合わせる、合わせる。せーの、イカゲーム。ほら。あの、韓国のね。おー、いるなん。あの、韓国のやつ。おー、いるなん。だるまさん、転んだのやつ。おー、いるなんです。好きなんだ。好きというか、おすすめされて、見ちゃう。まあ、見て、今すごいブームになってるじゃないですか。おー、確かにね。なんで一緒のタイミングで見始めたのかな、2ヶ月。最初見てて、で面白いっていうの教えてもらったらもう2日ぐらい全部見ました。2日見たらもうオイルなめ、オイルなめだったわかるんですよ、そのオイルなめ。オイルなめが好きなんですね。そう、オイルなめ見ればオイルなめです。あ、もう見ればオイルなめ。じゃあちょっと見てほしいですね、皆さんね、これを見たらね。じゃあ2人一致しましたので、続いていきましょう。はい、1、2、3、4つ目、いいね、テンポいいよ。いきます、はい、好きなテレビ番組は。かぶったん、かぶってる。あ、いい、いきますこれ。いきましょうか、テレビ番組、うん、出てくる。オールナイト以外ね。確かに、ちょっとテレビ番組か。番組テレビ見ます。テレビ見ないですよ、ね、見なくなって、ね、いや、本当に見ないです。まあでも、好きだったとかだったらあるけどね。昔よく昔見てた。何、しゃべくり7、昔って今も、まあ今もやってるけど。しゃべくり、しゃべくり、あ、しゃべくり、しゃべくり、しゃべくり7、しゃべくり8、あ、やってるね。が結構好きだったから、こういう。やってたね、今はでも見ないですけどね、全然。なんか昔でもなんかテレビ見てたやつ、ないですか。相乗りの今の。いやー見てない。相乗りってでも、何やったっけ、恋愛系っすよね。じゃあ、ネットフリックスか、アマゾンで。やってるけど、昔の。しか見てないっすよ。ラブアゴンでさ、そうっす、そうっす。アフリカ、アフリカ。そうそう、一番面白いです。知らない。口喧嘩なんか。あ、そう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 だ。そういう。いつの間にか次の間にか。え、それが地上波でやってたんですか。これ地上波。どっちやネットの方。ネットの方。あ、いいね。なんですか。工場委員会とかお笑い。ああ、そうですね。でもちょっと遅いですよね。時間がね。なんかいつもだもん。ちょちょちょって。いや、あのレベルまで行きたいっすよ。カメラの横にいる方がいいですよ。閉店ガラガラだけで出てくるんです。あんまテレビは見ないってことね。テレビ見ないですよ。面白いですね。はい、はい、なんか面白い質問欲しいな。なんかね、入ってますかね。チームメイトで結婚するなら誰。おー、いいじゃないですか。結婚やもんな。結婚さ、付き合うとかないから。だって一生共に住んだよ、それ。わかんないね、途中でそういうなんかあるかもしれないけど、一生共にするチームメイトで出た方が。いやー誰ですか。いろんなとこで言ってるんですけど、ね、おー、コバくんかなー。コバ賞人気やねんな、コバくん。全然わかんないですけど、コバ賞の魅力がちょっと。コバくんは優しいっすよね、やっぱ。あ、ちょっと最初見た目怖くない。怖かった。おい、いや、でも、いや、僕のいとこにちょっと似てて、絶対思う人やった。タイミングいいね、俺は。タイミングいいね。で、めっちゃ、怒んないですよ、本当に。ミスしても、全然大丈夫とか、褒めてくれたり。確かにね。すげえな。あー、そういう人だからいいのか、一生共にするって言ったら。コバくん人気やな。俺はでもこの質問で言ってるのは毎回、ガンちゃんなんですけど、大岩選手。あ、いやいや、小岩。大岩選手なんですけど、あの人もなんかあんまり人に干渉しないというか、しなさそうだね。だから多分結婚しても俺も一人の時間が結構好きなんで、あんまりこう絡まんでいいかなっていう絡まんでいいかなっていうか、まあそうだけどね。そうです。で、分かんない予定なら結婚したら、そういう人ほどよ。そうよ。いやー、めっちゃ前に出るかもしれない。めっちゃ前に出るかもやっぱ年上っていうのもあるから、面倒見もいいんで、まあ、そういう年下として、こう、しっかり面倒見てくれるかなっていうところと、
あとは一緒にいて楽、うん、そこ、まあ、一生共にするんだよ、ね、そういうことだね、はい、逆にこの選手と結婚したくないなっていう、この選手とはちょっと考えられないなっていう、一緒にするとなんか良さそうとかさ、いろいろあるじゃないですか、この選手はもう無理だわ、誰誰出る、逆にいないか、いや、います、俺もじゃあ一人、いや、ちょっとまさか一致するから、いや、ちょっとしないよ、しないんだよ、しないか、これは、じゃあ、レイカーでしょ、俺は、うん俺は田中聡なぜ故に、いやなんかあいつ全部なんかガサツというか、なんか家のものとか何もしなさそうやしもう一緒にって落ち着かなさそう、俺が気使って全部これしてこれしてとかっていう風になりそうで、それが嫌なんだね、嫌す嫌す、年上を嫌がらいいんだね、あいつ多分会話できないんですよ多分言葉のラリーがあんまりうまくできない、そう宇宙人なんで、うん、僕は田中さんとしたんです、田中選手ね、あそうそう、マジでしょ、気になる、誰だろう、平岡かな、うわ分かってた、なんで平岡 の, こ の, あのこの前なんですけど、うん、買い物を連れて行って、はい、まあ、ジーンズが欲しいっつって、ージーンズ結構回ってたんですよ、はいはいはい、太もも太すぎて何も入らんそこなん全部パンパン結婚できへんけどそこなん結婚できませんちょっとジーンズ好きなんで、はい、いやスタイルがあんま良くないと、はい、びっくりしましたね、ふくらはぎはこう余裕あるので太ももだけ全部パンパンそれは仕方ないでウエストも余裕なんでね、うん、だから結婚したくない結婚したくないです結婚したくない理由かわいすすぎやろじゃあラストの2問言われるか、あ、はい、さあ、続いて最近一番美味しかったものは、美味しかったもの、おトスの、おトスのアウェー最近行ったんですけど、はい、水炊き、水炊き、うまかった、もうエグかったっすね、何がうまいんだろう、もう素材が、鶏肉、美味しかったし、鶏肉にトロトロの野菜に、うん、やっぱ美味しかったですね、九州はめっちゃ人気でした、あ、そう、毎回もう九州の全泊行ったら毎回ご飯美味しいなと思います、じゃあ、鳥栖の水炊きということで、ね、ラスト、ラスト大事よ、ラスト行こうよ、なんか、なんか、さっき切り込んでこうよ、来い、あ、切り込んでる、あ、いいんじゃない、あ、サッカー選手じゃなかったら何になりたい、あ、いいじゃないですか、なんか、これも結構僕言うんですけど、結構いろいろ言ってるね、言うんですけど、もうガチガチにスーツ着て、うん、営業とかしてみたいです、おそれこそなんか不動産だったりの営業をもう朝からもうすごいいろんな家に行って営業してみたいです、うん、結構懐ら辺にうまそうだね、そうだから結構自信あるんですよ、営業でトップ取れる自信あるんです、なるほどね、簡単じゃないから人からね、いろいろもらうの簡単じゃないよ、もうスッて言葉入りますからね、すぐガーンやられるよ、もう気づいたら多分契約をしたいんですけど、お客さんガチガチするあ、いいじゃないですか、が結構してみたいなって思います、今はなかなかね、そんなの想像できないもんね、そうなんですよ、いいじゃないですか、マジの選手はゴルファーです、ゴルファー、好きなんです、絶対なりたいです、なりたい、はい、それはもう結構やられてるっていうのもある、最近ちょっとまだハマり出して、うん、たまにやるんですけど、うん、かっこいいんですよね、やっぱスパーンって言ってると、うん、コースは回ったことは、の何回スコアはベスト104です、104、まだ、あれ山本選手なんでしょ、77です、あすごいな、でももう背中は見てるんで、見てんの、まだ全然やろ、そうとるよ、ちょっと30本はいつも言うんすよ、油断してたらやられますよ、いや背中は見えてるって言うね、見えてると思う、背中は、はい、ゴルファーとバリバリスーツ着た営業も、じゃあ、最後にですね、サポーターの皆さんにメッセージをじゃあ池田選手からお願いします、はい、本当にコロナ禍の中、いつも熱いサポート声援ありがとうございます、町野選手お願いします、いつも応援ありがとうございます、引き続き応援よろしくお願いします、そして YouTube のチャンネル登録よろしくお願いします、お願いします、
ということで池田選手、橋本選手でした。ありがとうございました。